杉山神社は、神奈川県横浜市鈴木区のセンター北駅近くに鎮座している神社。旧大棚村の豪舎で、横浜市内唯一かつ旧、武蔵国の式内社である、杉山神社の有力論者の一つとされている。旧大棚村に鎮座していたことから、大棚杉山神社とも呼称される。当社は現在までに3度ほど遷座している。元々は、 大棚477番地の杉の森に鎮座しており、1914年まで旧跡があった。1912年1月には中川町1084番地に潜座したが、横浜市の6大事業の一つである、横浜国際高都建設事業、横浜北部新都市と地区画整理事業による再開発のためその後もたびたび潜座している。 1983年11月30日には、道庁757番地の東山山町に仮社殿を設け潜座した。さらに、1992年4月に新たな社地として、道庁1194番地が仮管地指定され、社殿が1994年9月に竣工、同年10月13日に、最人勘定及び配信線座式が取り行われ、 翌1995年10月15日には、鳥居や、社務所など、その他の建造物や、植栽整備も完了し、潜宮式典及び落景祝画が執り行われている。なお、この潜座の際に当社に最も関わりがあるとされる、和歌山県の伊田基神社に赴いて、いて、伊る命の霊事を排除しており、以来旧来の祭神である日本穂高と共に祀られている。 式内社を標榜する、宇治子らによる1856年の石碑が置かれている。また当社を論者とする説は旧大棚村出身の栗原慶吉によるものであるが、式内社研究会、式内社調査報告にて、三橋県も西八作の説とともに、本説に惹かれるとしている。当社も他の多くの論者と同じく、鶴見川水系沿いの高台に鎮座している。 なお、江戸時代以前における当社の別当時は、大杉を参号とする竜福寺であった。境内には、以下の社や力士が置かれている。当社には、神職が常駐しておらず、青葉区田町にある、剣神社の兼務者となっている。神奈川県横浜市鈴木区中川6-1-1。ありがとうございます。